で、あと、これね、道義的な問題でね、僕はね、こういうものを考え、日本人すぐそうなのよ。どっちが先に攻めたとかどうとかね、先に攻めたのウクライナなの知らないんだよ、みんな。2014年からやってんだから。だからそれは別としてね、例えば、これ今聞いた人でね、こういう反応する人いると思うね。やっぱりアメリカは信用できないと。アメリカはね、そうやってね、すぐ汚いことをやると、日本に原爆落としたのもアメリカじゃねえかと。でもね、原爆落としたのもそうだし、落としたらけしからんと思ってますよ、私も。でもね、どういう論理でそういうことをやってるのか。今度のノルドストリームの爆破もどういう論理で、どういうことをね、狙ってやったのかってことを冷静に考えないと、その意味がわからない。悪いって言って非難するのはただのプロパガンダ。アメリカが目的としていたのは何なのか。それは、ともかくここ数年続いていた EU とですね、日本、ロシアのね、経済協力関係が強まることを何としても断ち切りたかったんですよ。で、まさにそれに成功したんですよ。で、アメリカは、今回いろいろ戦争やってて、ウクライナが勝った、ロシアが勝った以上に大事なことって、アメリカって得してんじゃないのってこと。これ、ロシアが勝とうと、ウクライナが勝とうとね、得なんですよ、アメリカは。まあ、前からね、アメリカが戦場になったことないですからないね、んですよどっね。かで戦争が始まると、アメリカは得はしますよね。それから、このハース記者のね、指摘で、あ、面白いなと思ったのは、ノルウェーも得した。どんな天国？然ガス産出国なんですよ。そうなんだ。ロシアから来ない分ね、増産してね、売ってるんですよ、ドイツに。だからね、いろいろ考えてるわけ、みんな。みんなね、勝った負けたでね、やっぱね、日本の考え方って、いざとなったらもう武力で決するっていう、その武士的な考え方があるけども、それ武力で決して勝った負けただけじゃなくて、勝ったらどんなおいしいことがあるかとかですね、兵隊さんは考えないかもしれないけども、兵隊さんとかね、その武士階級は考えないかもしれないけども、上の方はやっぱり、そう、勝ったらあれが取れるとかね、そういうことをやっぱり考えるやつがいるから、その先の3歩ぐらい先考えてますよね、こういうのって、世それ界かのら中ね、だと。あえて言うけど、他のね、ユーチューバーも含めてね、私はね、これ、あ、見識ないんだな、日本人はな、と思うのは、戦争ってね、負け方も大事なんだよ。負けるときには、いかにね、取られるものを減らして、自分たちの決定権を残してっていうことを考えないと、負けっていうのは客観的に分かるんですよ、実は当事者にね。で、ウクライナ負け分かってんだよ、はっきり言って。人が死んで、足りないからでしょ、路上でいきなり男性拉致して兵隊入れてるわけでしょ。あれ、嘘じゃないんだよ、全然。ウクライナの友人から聞いてるんですよ、私も。だからみんなビクビクしてね、集落の前で女性たちがピキ張ってね、軍隊の持ち込み入れないようにしてんだよ。で、男はみんなね、地下室に隠れてんだよ。なんだか裏返しになっちゃってますよ裏ね。返し、昔は女が隠れないのに、今男が隠れなきゃなんないようなウクライナになってんだけど、それは別としてね、ウクライナが今何すべきなのか、応援してる人たちみたいにね、いや、ロシアから領土を取り返すまで戦い続けるべきだと。だから戦車だって送るんだから大丈夫。で、これ僕はね、なんてね、感覚がおかしいんだろうと。戦争負けてる時にはね、一番いいね、方策って、誰か第三者ね、利害関係ないのが入っててね、やめやめやめっていうのが一番いいんですよ。そうですね。でね、ロシアは今やめたくない。絶対やめたくないんですよ。ある程度もうね、ボロボロにするまでやりたいんですよ。できれば、ゼレンスキー政権は打倒したいんですよ。去年それに失敗してるんですよ。軍事作戦失敗してるの、ロシアは、去年。だから1年の長引いて。もう覚えてますよ、僕は。ロシアが開戦してからですよ。軍事作戦開戦してから、すぐに軍系のですね、シンクタンクが発表したのね。この、ウクライナに対する特別軍事作戦は、2週間で全部終わるって言った。全然終わんなかったでしょ。そうね、短期で終わると思ってましたもんね。で、あれね、私がもう長くしてる、尊敬してる自衛隊のね、戦士研究者の葛原さんって方が分析してね、あ、よく分かりましたけどね、これも純粋に性的じゃない、戦術論、戦略論でね、きちんと経過データも集めて分析してるんですけどね、ともかくキエフに向かって進軍したときにね、がっちりね、ロシア軍が予想しないぐらい頑強な抵抗と巧みな抵抗でね、主力部隊が阻止されてるんですよ。だから阻止されて、侵攻が遅れた間に、ウクライナ軍はですね、地元から兵隊を動員してですね、市民に銃配っちゃってね、ハリネズミになっちゃったんですよ。だから、
あの時ロシア軍って3万人ぐらいしかね、あの300万人都市に向かってね、うん、走らせてなかったの、うん、しかも最初に来た人たちなんか行ったら歓迎されるよとかって言って行ってみたらなんか帰れ帰れ言われて帰れ帰れ、ね、泣いてましたよ、うん、帰れ帰れ出してさ、うん、まあ、これもあんまり好きな部隊じゃないんだけど民族主義者の部隊がね、うん、玉砕するまで戦っちゃったんですよ、うん、あの空港で、うん、でものすごい損害出したんですよ、ロシアの空挺部隊は、うん、あの早期一機ね、まるまるね、撃墜されて、ヘリコプターも何回やられてね、相当な戦死者出したんです、あの時は。でも、要するにそれね、数の問題じゃなくてね、先乗り部隊で精鋭部隊がね、先にこう、やられると、次のね、作戦が全部ね、連鎖して失敗するんですよ。だから引き上げなきゃなんなかった。だから、ウクライナ軍がね、押し出したっていうことではない。押し出すような戦力はないけど、相手の攻撃を失敗させて、居続けて戦う力を奪うことには成功したんですよ、ウクライナは、うん、これはね、大成功だった。どうもね、イギリスの軍事顧問が考えた作戦なんだね、これ、うんうん、だこういうことで、うん、大きく計画が狂う、うん、でこういうものをね、一つ一つ見ていかないと、うん、単にね、ウクライナは正義でロシアが侵略者だからね、抵抗するっていうね、なんていうかね、足し算みたいな話したって戦争って終わんないんですよ。だから今ね、このままいったらウクライナって大負けするんですよ。だから大負けする前にタオル投げなきゃいけない、うんうん、これね、分析とあと心情とはまた別にこれ考えなきゃいけないけど、うん、例えば私がこのまんまではウクライナが負けますよというようなことを言うと、うん、そうするとアバンドはロシア派なのかみたいになるけども、それ分析はそう、うん、でも心情はやっぱりもう民間人までじいさんたちまで出てきてるんであれば、うん、やっぱりそっちは応援したい。だから心情と実際の分析ってのはこれ別々なんですよね、うん、それをきちんと分けて考えないと、うん、今度日本が当事者になっちゃった時にね、うんうん、うまく分析できなくなっちゃったりとかしますから、特に台湾が、うん、当事者になっちゃった場合とかね。それでね、うんうん、僕は先週自分のニュース番組でね、このモサドの分析ね、さっき言ったウクライナ軍は16万ぐらい死んでるんですよね、うん、でまあその中には数千人以上、1万人近くのね、NATO とか義勇兵の犠牲もあるわけですよ、うん、いわゆる一般義勇兵が5000人も死んでるんですよね。でこれはロシアが発表した数字じゃない、うん、モサドが分析したものなんですよ。彼らの分析ってね、報道写真もね、山ほど集めて、戦場で、これね、今、新しい方法がある、SNS で流れてる、兵隊がこうなんとなくツイッターやったとかね、テレグラムにね、載っけたっていうのも集めて、土地 の形状解析して、どこでこれ、損害出てる、で実際、重なって映ってる戦車を覗きながら、戦車って一体何台残骸が映ってるかとか、そういうやり方でやるんですよ。あと、衛星データ使ってね、墓地がどれくらい増えてってるかとかね。あと炎上団体のいろんなデータね、薬剤を送ってる手術の件数、そういうのを調べて出してるんですよ、モサドのってのは。でね、これね、あともう一つね、モサドの出してね、私進路派です、私は。いいけど、モサドがね、何のためにこのね情報を出したのか、こういうことをね判断できることがフェイクニュースをね見分けることになる。モサドはタオル投げたんですよ。モサドってイスラエルの情報機関ですよ。ロシアの情報機関じゃないんだよ。でロシアとも窓口を持ってる国だけど、現在の戦争ではウクライナ寄りです。そうですね、ウクライナ寄りのイスラエルがタオル投げたんですよ。これ以上やるとウクライナはもっとひどいことになる。これね、悲劇になるからじゃないんですよ。ロシアが有利になるぞって言ったわけ、これ以上続けると。そういう警告なんですよ、モサドから。でそういうふうに読み取れる人がどれくらいいるかなと思ったら、ほぼいない。日本は驚いた。これはこの後 の見立てとしてはどういう展開になりますか。それを私が心配なのは、その台湾有事の方に、ね、どういうふうになってくるのか、うん、あっちが片付いたら今度はロシアが、お前俺たちが今大変な時によくも岸田お前後ろから頭ペシとかさ、まあ、叩いたよな。そんな力ないですよ、それはね、うん、変な話だけど、うん、今回はねアメリカの成功っていうのはね2つの意味があるんですよ。ロシアがウクライナに軍事的な勝利を最終的に収めても、うん、アメリカが敗北したことにならないんですよ。なぜかって言ったら、ロシア軍の損害がすごいんですよ、そうは言っても。で、ロシア軍の損害はモサドの、例えばですね、死傷者っていうことになると6万人ぐらいなんで、これって1年間で出た損失としては戦後最大ですよ。あれを考えたらいいんだよ、アフガニスタン戦争、10年間、1979年から89年の間で、戦死者数1万4000人ですよ。今回1年間で1万8000人、で死傷者数5万5000人でしたよ、10年間で。今回6万人ですよ、1年で。すごいですね。でロシア軍の損失率はすごいんですよ、これ。
大変な犠牲払ってる、まあうん、そういうところを、ね、ちゃんとあの分析していかないと、うん、今度あの中国が動き出したときにおそらく北の方ではロシアも動くだろうっていうことなんでみんなビビっちゃうけどもロシアがどの程度、うん、どの程度できるのかっていうことを把握してないとどれぐらい振り分けたらいいのかとかね、うん、でもそれ、軍人さんっていうか自衛隊の方でねそれある程度把握したとしても、うん、上が何にも知らない上がこうしろって言ったらそうなっちゃうわけでしょ今、うんうん、だからねいわゆるね例えば坂東さんとはこういうなんていうかデータで話し合えるから、うん、例えば台湾侵攻作戦についても前にね話し合ったことありますよ。一番今年ね今年入って台湾有事のことで重視しなければならないポイントって東部軍区ですね東部作戦区に、うん従来配置されていた地上兵力人民解放軍の地上兵力30万が45万人に増えるってことですよ、うんこれは台湾の正面の作戦区なんですね、うん、これは一大事ですよ、うん、じゃあこれにこうしてロシア軍極東ロシア軍何人いるんですか全体で9万人いませんよ、うん、だからこれがやっとなんですよでしかもねよく見なきゃいけないよくねその論理出るんですよ次は台湾来るか、うん、習近平が今すごい動揺してません、うん習近平、まあ今度ね3月のあれ3月の5日だったか6日だったか、うん、そのあたりから確か全人代3月6日からだったから、うんうんまあ、国家主席に今度選ばれるわけだね、うん、彼はそう、もうニュースで選ばれましたみたいなこと言ってるけども、うん、あれまだ正式じゃないんで、まだ正式じゃないで自分でなるぞって言うと、うん、お前が勝手に言っただけだろってなっちゃうから一応議会にかけて、うんうん、そこでみんなで、賛成票を入れたからお前たちも責任者なんだよっていう形を今から作んなきゃいけないんです、ね、でもここで問題なのはそこで習近平が異例の3期目になるとそうすると、うん習近平が変わったらなんとか良くなってくれるんじゃないかなと思って我慢してた皆さんが、うん、なんだよあと10年我慢しなきゃいけないが10年どころじゃねえぞこれやって話になれば、うん、当然火ついて動き出しますんで、うん、習近平も台湾に取るぞって言ってるけどもそんなに楽々取れるもんじゃないか、ね、いや苦しいんじゃない、うん、逆にウクライナの作戦を見てね、うん、これはもう生中ではいかないなっていうのを思ったのともう一つね、うんすごく習近平は複雑な立場にあるね。もともとだってゼレンスキー政権と関係良かった、うん、でいろいろねこれもちょっと怖がってる面があるわけ。これはだからねこれから解明必要なんだけど例のウクライナでロシアが発見して、まあ、プロパガンダに使ってんですあれ、うん、生物研究所はあるじゃないかと、うんうん、でこれアメリカがね予算出したのも全部アメリカの記録であって、うん、しっかりこれ一本取られてんだよねアメリカの側がね、うん、ここに持ってきました、うん、持ってきてねあれはすごかったですよでもねあれって実は資料の中で大事なことを書いてあって、うん、武漢の研究所と協力してると、うん、資料を交換してっていうのはこれだんだんやばいところに近づいてるわけチャイナにとって、うんうん、これ以上解明が進んだらば俺んとこ来るなという話なわけですよ、うんうん、だからすごく微妙でこの間からねいやともかく停戦しようとか言い出してね、うん、あれ普通違うでしょに日本の新聞の本来言ってる言い分であったらねいや加勢してさ、うん、早くウクライナ潰しちゃうというふうに動くんじゃないかと思うの、うん、違うやめようよと、うん、でこれは2つ理由があってやっぱりね中国経済ってなんだかんだ言ってるロシアに依存してないんですよ、うん、なんだかんだ言っても EU との関係とかアメリカとの関係重視してていまだにアメリカとの関係深いんだよねチャイナの経済っていうのはでこれがこう揺さぶられたら自分の政権基盤揺さぶられると台湾どこじゃねえなと思い出してともかく一旦これ収めないと大変なことになるでロシアを捨ておけないしなロシアがこれやめないと俺もいつまでもこわもての態度を取んなきゃならない本当はこわもての態度は詰将棋を台湾に向けてやりたいのに、うん、なんかこんなことやってたら、うん、うち損だけすんじゃないのと思ってんだねでしかも本音ではロシアとチャイナって仲良くないです、うんまあ、全然良くないですよね、うん、一緒の同じような目的があるところ表面上よく見えるけどもまず民族的なレベルで考えると全く入れないですよね、うん、それから今シベリアで問題になってるのはやっぱりね、うん農地とか買っちゃってんですよチャイナが、うん、それなんとかね防ぐ方法ないのかっていうことが地元から出だしてるのね、うん、だから日本がね例えば北海道で直面しているような問題シベリア直面してんだよ今で他の国はちゃんと対策取るなりね、うん、議題になるなりしてるけど日本全然ならないですからね、うん、本当にロシアいろいろ規制の法律作り始めましたからねただねアメリカもやってるしね、うん、対中国だけはね、うん
去年大きな手入れをしただけで、去年で一昨年大きな手入れしただけでね、鳴り潜めてます。外国エージェント法っていうのはあってね、アメリカと全く同じ法律でね、なんとロシア連邦共産党が弾圧されたんだけど、賄賂はお前中国から賄賂もらってるじゃないかって言ってね、やられちゃったんだよね。でも例えば土地のね売買についてはね、チャイナについては規制できてない。これ日本全然それができてないというのはいかに深刻かってことですからね。そうですよ。もう手術して治る段階じゃないんですよ、うん、今、うん、手術したら死ぬような段階だから、うん、とりあえずそっとしておこうねって言って、うん、今サナトリウムに行ってますって、そういうサナトリウムで寝てますよっていう状況なんですよ、うん、今もうこれね、もう10年ぐらい前に私が気がついた時からもう相当やばいと思ってて、うん、それでね警察官辞めて18年前かな、うん、16年前から初めて私国会のあの時は平沼先生ってね、平沼武雄先生が言ってた平沼グループっていうところがあって、うん、まあ、そこに行ったのが初めてだったんですけども、もうその段階でかなりやばい状況だったのが、その後何にもね、うん、なんか手術したりとかね、治療したりとかするわけでもあし、うん、ずっと今まで、ね、放置されてて、もうその話題にさえ触れられないんですよ今、うん、スパイ防止法にさえ触れられないし、うん、もう手術が始められない状態ですからね。いや、どうするかなと思ってるんですよ実は2人で、うん、本当のこと言うと、うん、これちょっとこれ以上ずるずる遅らせてらんないんだよね。いや全然だって、うん、ね、だって景況含む担ってほらここでもお話ししたけども、うん、あれだってニュースにもほとんどね、な、うん、もう多分ね、ちょっとは報じてたところあるけども、うん、あれは報じざるを得ないような規模で、みんなネットの方ではみんな騒いでるから、うん、とりあえず報じたいぐらいみたいなもんで、その後全然追加情報ないでしょ。うんうん、あれ全部抑えられてるの、うん、抑えられてるんですよ。参政党の神谷さんもね、2回質問してくれてるんだけどね、うん、答弁がそれから前進しなくなった、あれ、いけないことって認めてるんだよね、岸田政権は。うんうん、おかしいと。で、問い合わせするって多分電話ぐらいしたんだと思うんだね、大使館に。うんうん、でもあれ本来だったらね、大使を呼びつけてね、抗議する中でしょ。た、ね、電話で、た、うん、多分ね、電話でやって、うん、いや、そういうつもりありませんって言われて、うん、ああ、分かりましたで終わっちゃってる。中国側はそういうつもりはないというような判断、うん、ことですので、うん、って終わっちゃうんだけども、普通はさっき言ったみたいに、そんなつもりありませんって言っても、だったら証拠出せよとかね、うん、そういうツッコミをしなきゃいけない。日本はそういうことできないんですよ。だからね、本当ね、だから。